ギャオなんですよね。トレンドニュースに書いてあって、幽霊までガチ恋させる佐藤健、罪な男だな。最強ホラー&胸キュンの回、本当にあった怖い話、無料配信しようっていうのがあって、佐藤健が主演を務めて本当にあった怖い話、2019年放送回を動画配信サービスギャオにて無料配信中。これね、さっきね、僕は見たんですけど、11月6日まで無料なんですよね。だから今のうちに見といた方がいいってことですよね。そっから多分有料になっちゃうと思うんですよね。佐藤自身が怖すぎると評した同エピソードに胸キュンなシーンもあり、ファンは2つの意味でドキドキさせられるはずだ。2019年ってまだこいつ前じゃないですか。こいつ直前じゃないですか。だから僕はね、まだね、追ってなかった。だから今見たんですよ。で、2020年にはモネちゃんのがやってね、それはね、リアルタイムでね、僕も見て動画には上げたんですが、タケルくんのこれで初めて見ました。配信中の本当にあった怖い話、大全集、吸音の眼差しは2019年10月12日に放送された。だからまあ、こいつ直前ですよね。だから、モネちゃんが、僕がこの前動画にしたモネちゃんの孤独のグルメとまさに、ほぼほぼ一緒の時期ですよね、これはね。一緒のタイミングです。本当にあった怖い話、20周年スペシャルの中の一作。物語の主人公は妻や息子と平凡ながらも幸せに暮らす宮崎隆、佐藤健、ター君って呼ばれたね。と、息子と訪れた公園で隆は不気味な女性と出会う。それ以来隆は仕事帰りの道端や出勤時のバスの車内などでも彼女を見かけるようになる。不気味な女性の正体は佐藤健演じる隆に恋したまま死んで成仏できない幽霊だった。ドラマの放送当時、佐藤がフジテレビの公式サイトで怖すぎて、もしかしたらフジテレビさんに苦情が殺到するかもしれませんとコメントしていた通り、ホラー模写が満載。中でも夜に隆が寝室で幽霊と対面するシーンが恐ろしい。ベッドで眠る隆が後ろを振り返った瞬間、彼の背後にぴったりとくっついてきた幽霊と目が合うのだ。視聴者も隆も同様に悲鳴を上げてしまうのかも。隆をとことん恐怖のどん底に突き落とす幽霊だが、彼女の回想シーンにはそれまでのホラー模写とは打って変わってキュンとさせられる。生前の彼女に隆の笑顔で線香花火を手渡すシーンにはグッとくるはずだっていう、まあ、こういう紹介文が書いてあって、僕は早速このギャオを早速見させてもらって感想なんですけど、ネタバレするんで内容は言わないんですが、ね、ぜひ見てほしいなと思ってるんですけど、見てない人はね、僕同様こいつから武井くんを追った人は多分見てないと思うので、見てほしいなと思うので、内容は言わずに感想を言うと、まず武井くんがねパパ役なんですよ。お父さん役珍しいじゃないですか。男の子の父親なんですよ。奥さんと息子、ちっちゃい息子と、まあ、幼稚園ぐらいですかね、幼稚園ぐらいの息子と3人暮らしっていう、初々しい設定なんですよね。まあだからその設定がまずね、これはね、必見だなっていう。タケル君が新婚のパパ役っていうのをなかなか見れない感じかなと思ってて。あるんですかね、他にもなんかタケル君がそういう、優しいパパ役って僕は初めての感じがしますよね。ちょっと癖のある役が多いのがタケル君だと思うので、こんなに家庭的なタケル君はあんまり見たことないなっていう。まあで一緒にゲームをしたりするんですね、あの子供と一緒に。だからなんかこうタケル君が結婚したらこうなりそうだなっていうような雰囲気がね、結婚して子供ができたらこういうパパになるんじゃないかなっていうのがなんかね垣間見れる面では面白かったですね。で、まあ見てて、速攻ですよ。もういきなり怖いシーンが、いきなり幽霊が現れるんですけど、早かったっすよ、怖いのが来るのは。ナレーションみたいな、やっぱね、これ本当にあった怖いんですよ。ナレーションみたいな、もう本人が喋るんですよね。まさか、こんな恐怖になるとは、みたいなとか、なんかほら、なんかあるじゃないですか、そういう一人語りみたいな。それが、タケル君がナレーションみたいな感じにしてるんですけど、まあ、イケボですね。うん。まさに最近のタケル君なんで、これは2019年だから比較的最近なので、まあそのナレーションもイケボなんで、聞き応えがあるなっていうところですかね。
このタカシっていう役なんですけど、ター君っていう役なんですけど、幽霊にター君って呼ばれるんですけどね、タカシの役なんですけど、工務店で勤めてるんですよね。高木工務店って書いてありました。でね、なんかね、こう、作業着を着てるんですよ。なんかね、僕はね、大林組って思いましたけどね、まあ、大林組の仕事がもうすでにこれで決まってたんじゃないのかな、ぐらいの感じでしたけどね。で、作業着着て、デスクワークとかするんですけど、まあ、そこで女性たちからもね、タケル君はね、イクメンで愛妻家みたいなキャラなんですね。そういう風な言われ方をしてて、まあ、いい感じのタケル君の役どころなんですよ、これは。あとね、ちょっとね、僕はびっくりしたのがね、夜中にね、寝てるとこ、さっきもあらすじみたい、さっきの説明にもあったように、夜中にベッドにね、幽霊が入ってくるんですけど、嫁と一緒のベッドで寝てる、子供がいるの。子供が別な部屋なんですよ。で、奥さんとタケル君は同じベッドで寝てるって、あ、そういうことみたいなね。子供が別部屋で、お父さんと、いや、タケル君と嫁が一緒のベッドで寝てるっていうね。なんかそこがちょっとね、なんかちょっとエロかったです。まあでもね、そういうシーンはね、そういうあったかいシーンとか、家庭的なシーンよりも怖さの方がすごい。怖すぎなんですよ、ちょっと。かなり怖いんですよ。この怖い幽霊誰かなってちょっと見てたら、これ多分ね、趣里さんですよね。伊藤蘭さんと水谷豊さんのお子さんっていうか、本当実力俳優じゃないですか。ブラックペアンとか出てた人じゃないですか、この人は。なんじゃないですかね。趣里、まあ雰囲気がね、やっぱりちょっとね、陰キャっぽいね、雰囲気を出しやすい人だから、いや、怖かったですね。幽霊の演技もものすごい怖かったです。で、それじゃやっぱ怖いんですよ。で、これにあるように、この説明にさっきあったように、最後に胸キュンシーンもありって書いてあったんですよ。確かに胸キュンシーンなんですが、僕的にはね、最終的にはなんか悲しい話だなってのありましたけどね、うん。怖いんだけど、最初やっぱ怖い。めちゃくちゃ怖いなと思ったんだけど、最後のそのシーンは胸キュン、プラス、かわいそうだ、話だなっていう。そう、かわいそうだっていう意味で胸キュンだったなっていう感じ。最終的にはなんかその、怖いから悲しい話で終わったな、しんみりした話で終わったなっていう感じの感想ですかね。11月6日までは無料で、さっきギャを見たんですけど、ギャをつけてもらうとわかるんですけど、タケル君がボンとあるじゃないですか。それの脇に、11月6日まで無料っていうので、モネちゃんの、開かずの間の話あったじゃないですか。あれもポンと出てるんで、竹モネがギャオの中に出てるんで、もしよかったら見たらいかがでしょうかと。まあ、そんな話でした。ではでは。